皆さんこんにちは、東仁です。今回私は、とある事情により兵庫県は加古川市、加古川運動公園陸上競技場を訪れています。なぜなら話題のベラーサシューズを紹介するためには、実際に投げる場所が必要でしたからね。東仁、お前投げるのか?と思ったあなた、残念、私は投げません。私のようなヘッポコスロワーが投げても、面白い絵は、撮れませんので。というわけで今回は、強力な助っ人をお呼びしました。こちらのお二人です。こんにちは、みずみチャンネルです。環太平洋大学の3年生、身長165センチと非常に小柄ながら、抜群の身体能力と運動神経、高い技術を武器に、円盤巨人たちに挑む投擲 YouTuber です。大男たちと果敢に渡り合う姿に憧れる、スロワーも少なくないのだとか。さらにやり投げでは 71m07 のベストを持ち、今年の全日本インカレにも出場。来シーズンは円盤、やりの2種目で全カレ出場を、睨むマルチスロワーなんです。今日は、念願のコラボ企画をやっていこうと思います。はい、いつもお世話になってます、円盤投げおじさんです。田島 AC で競技に打ち込む社会人スロワー、おじさん、の愛称で親しまれている26歳。円盤投げを盛り上げるべく、SNS や YouTube チャンネルに動画を投稿しています。気さくな人物であり、自身のキャラクター性を前面に出したユニークな動画が目立ちます。でもって、ただの面白おじさんではありません。交友関係が広く、日本投擲界の大物ともつながりがある、実はすごい人なんです。円盤投げの蓬田和正選手、やり投げのディーン元気選手との合同練習動画もアップされているので、ぜひチェックしてみてください。と言っても、みんなもう知ってますかね?将来、日本選手権に出場することを目標に、精進の日々を送っています。僭越ながら、私、東仁の自己紹介もしておきます。投擲競技を普及すべく情報発信を行う、動画投稿者です。以上。では商品紹介をしていきたいと思います。お願いします。お願いします。こいつが例のベラーサシューズ、ベラーサ、ストーンズでございます。今回用意した2足のうち、スノーカモは、おじさんに頼まれて注文したものです。ブラックは投げ人の私物です。コバクスがドーハの時に履いていたカラーですね。ミズニーさんは普段、ナイキの27センチ、US9 サイズを、履かれているそうですが、このシューズは US9.5 なので、やや大きいかと思いきや、ぴったりのようですね。
排気が10の硬さだったら、硬さはこれは7くらいです。あ、はい。クッション。クッションがありますね。こう思うと結構引っかからへんのよな。こうすると全然乗ったらめっちゃ乗ったらめっちゃかかるね。面白いな。ブレるな。確かに。あ、むずい。はい。あ、そうそう、あれですね。体重が重い人とかが使ったらすっごいですね。軽い人だと少し乗せ切っても あんま体重が乗らないんで。わかる。確かに。しっかり乗せてみようか。難しいな。確かに。乗りやすさはある。だから入り力が逃げれへんというか、割と捉えやすい。はい、左足だけマクロスで右の足とかめっちゃいいかも。ああ、なるほど。すごいね。ようするな思ってた。その右左別々のやつ。たまにますよ。たまにおるけどな。山下コースとか。ダウンするやんな。結構やるわと思うけど。ほんまに違和感でしかないから俺。投げたくならないですか。どっしりとした方がええんやろな、これって。こうやって持ち上げて、ペタッてついて、こう。軽い設置はちょっと、まだないの設置やな。あ
ましょう。ガチで普通に練習してる。いつもこんな感じで。慣れてきましたかね。だいぶ慣れてきましたね。あまり向かなくなって。だからバレてきたんだけど。こいつは長持ちしてくれそうです。めっちゃここの股関節使ってる感じがします。気のせいかもしれないですけど。内転だかもしれないですけど。はい。有観客やったらね、いいんですけどね、お客さん入れたら。ああ、そうですね。観客なしってのはね。入れてくれたら嬉しいですね。ああ推進力伝わりましたね、惜しい惜しい。あ、足がガガガ限界ですか。もう限界ですね。次ラスイッチでなんかいい感じなんですけどね。もう2時間も投げるとね。まあ相手初日やし、こんな感じかなって、ご挨拶ができてな。これ上から読んでも下から読んでも出らんってなんですかね。あ、ほんとだ、ぐにゃ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 。あ、練習だった、普通に練習した。お疲れ様です。全然削れないです。めっちゃ感じますよね。すり減り感は全然ないとかは。おおーここ使ってみてどうなるかなって。お二人とも本日はお疲れ様でした。本日はストーンズを試していただきましたが、使用感はいかがでしたか。なんかクッション性が大事、自分ナイキなんですけどクッション性が結構あって、雨の日でもなかなか滑らないようになんかなってますね。滑らないと思います。だからふかふかしてたよ。そうですね、ふかふかして乗ってもなんか力が逃げれへんから、ファーストターンがずれないっていう。そう、ファーストの感覚はめっちゃ、ファーストターンずれへんから、ちゃんとファーストターンが回れた感じがしましたね。まあまあ、上から叩きつけるときがすごいいい感じで、バンジーでも使えたんで、まあ、割とターンして、ちゃんとパワーポジションを組んでから振り切ると、すごい合うなって感じがしました。みんなが入ってるクッションとは違った感じがあるんで、人と被りたくないんで、トーイングマイルみたいな感じが、入りとかしっかり乗らないと、ちょっと崩れたりするんで、敷き付けとしてはめっちゃいいかなって思います。ギリギリで、飛ばしたい、割とがっちりとした体の大きい方とかはすごいいいかなって思いました。本日は、ベラーサシューズのテスト撮影に、ご協力いただき、ありがとうございました。
ベラーサーの履いてみた感想としてはグリップ力がすごいなっていうのが一番ですね。次に思ったのが重たいっていうのはありましたね、自分的には。やっぱり小柄な人よりは体重の重い大柄の人向けかなって思います。そうですね、僕もディズニー君と一緒で本当にこのグリップがよく効いてるなっていうのと、グリップが効いているからこそ、そのどっしりちゃんと足を押し回して使わないと、まあうまいことを投げれないなっていう風な印象で、ではこの前田島選手権、あの雨の試合だったんですけど、もう雨は全然気にならないぐらいのグリップ力だったんで、まあまたもう一個ちょっと別のが今頼んでるんで、それが来たらもしかしたら雨特化の靴になるかもしれない。僕もちょっとうまい使えてない感があるんで、これもちゃんと使えたらすごいいい感じだなと思ってます。ですよね。難しいよね、あれちょっと。ちょっと自分には扱いきれなかったですね。なんか、はっきり喋っちゃうけど。なんで、ゆがみさんがめちゃくちゃ上手にまとめてはったね。ああ、ですね。わかりやすかったです、あれ。わかりやすかった。そうそう、そういうことなのよっていう風なのを。もう首をもう縦に振りながらもうツイートして確かに。その重さだったりパワーがいるってんで、日本人向きなのかどうかなってのはちょっと気になるところではあったんですけど、砲丸投げとかだったら結構いいんじゃないですかね。砲丸選手なら全然いけそうな気がしますね。うん、ちゃんとなんか回してからなんでセカンドターンに入る感じだね、砲丸投げって。そうですね、もしかしたらもうなんか、それに合わせていこうと思ったら、まあ、ちょっとターンを変えなきゃいけないかなっていう感じ。ああ、高速ターンではないですよね、あれは。ディズニー君とか特にちょっと相性悪そうな感じしたね。結果とかベースで出せれたんですけど、やっぱり、扱いきれない。そう、設置短くて、タタタタって回るターンだから、はい、まあ、スピードがやっぱ、そうそうそう。回しきるまでに、なんか多分次のターンに行っちゃう感じがするな。ナイキだとそこは勝手に回ってくれるんで、そこはやっぱ違いますね。最近では日本トップランカーでも使い始める人が増えてきているベラーサ。砲丸投げの岩佐雄二選手も先日購入したそうですが、皆口々にグリップ力の強さに言及しています。そして先ほど名前が挙がった円盤投げの湯上雅輝選手ですが、例のツイートに加え、1ヶ月ほど使ってみた感想を DM でお聞きしてきました。どうぞそちらも合わせてご覧ください。やはり水兄さんやおじさんが言っていたことと共通する部分が多いですね。実力に関わらず投げようという意識が強すぎてうまく乗れないという選手は少なくないでしょう。地面を踏みしめることで体重とサークルの反発を生かそうというのがコンセプトと言えるでしょうか。さて、そろそろお別れの時間です。丁寧に質問に答えてくださった湯上選手、そして撮影に協力してくれた水兄さん、おじさん。私の計画不足で思うようにいかないこともありましたが、おかげさまで無事撮影を終えることができました。皆様、当人のわがままにお付き合いくださり本当にありがとうございます。もちろん視聴者の皆様も、投稿を続けられるのも皆様の支えあってこそです。重ね重ね感謝申し上げます。最後に使用前と使用後のソールを乗せておきます。さすがに1ヶ月も使うと、かなり削れますね。ご視聴いただきありがとうございました。他の動画もよろしければ見てね。